ドムス・セプティミセ・ウェリは、イタリア・ローマのパラティヌスの丘にある帝政ローマ期の宮殿跡、ドムス・セヴェリアナと表記されることもある。ドムス・セプティミセ・ウェリは、スタディオンの東に隣接し、先に建てられていたドムス・アウグスターナ等の宮殿の拡張として、ローマ帝国、第20代皇帝セプティミウス・セヴェルスにより、2世紀末から3世紀初めにかけて、 パラティヌスの丘の南東端部に建てられた。丘陵斜面に宮殿を造営するため、ドムス・ワウグスターナと地盤レベルを合わせる必要があり、ローマンコンクリートで作られた人工地盤を構築した上に建てられていた。現在残っている建造物はほとんどがこの人工地盤面より下の部分である。この人工地盤の上に立つと、戦車競技場のキルクス・マクシムスやカラカラ浴場などを 見渡すことができる。スタディオンのエクセドラに隣接して、宮殿内のローマ浴場施設があるが、これはドミティアヌステが建てたものを、後にマクセンティウスミカドが改築したものである。このマクセンティウス浴場には、クラウディア水道から分岐した水道橋が、直結されていて、チェリオの丘との間の谷を越える水道橋の遺構は、現在でも見ることができる。アッピア街道に面した側は、 セプティゾニウムと呼ばれ、三階層の円柱で支えられた装飾壁となっていた。これは、アフリカ方面からアッピア街道を通り、ローマに到着する人々に対して強い印象を与えようと考えられたものであると言われている。ドムス・セプティミセウエリは、16世紀にほとんどすべてが取り壊されてしまったため、その姿はかつて描かれた絵画でしか忍ぶことができない。 パラティヌス全域の再現模型ドムスセプティミセウェリは、右端部分。ありがとうございます。